ね、さあいってみましょう今回はですね2021年同志社大学の全学部の英語を見ていきたいと思いますねまずは難しかった難しかったというね声が多かった文系の方ですね2月5日を見ていきたいと思いますね。題問1やはりこれが難しかった たでしょうね。まあ長文自体こういう系慣れてない人もいるのかなとは思うんですけど、やっぱ問題ですね。どうっていうのはですね、文章が結構難しくって、説問はそんな大したことないみたいなのが多いわけですね。まあ、もちろん総計の人の目線ですね。2とコマ線レベルの人たちが見るとものすごく難しいとは思うんですけど、説問は大したことないなっていうのが多いんですが、この題問は説問が難しいのが多かったっていう印象ですね。まあ、もちろん難しい問題は出ることは出るんですけど。 その割合が高かった。 まず最初の、そうですね、in place を入れる問題ですね。これ要素の分離が出てて、put 何々 in place なわけですけど、put 何々の部分が後ろにいて in place が前に出てきてるっていうですね。その構造にちゃんと気づくか。y も難しいですね。これね、up for success まあなんかイメージでね、アップ入れられるかなと思うんだけど、難しいかな。え次は b e m a l e up of なんで、まあ分かんないとダメって感じかな。まあエンタイリーが挟まっていて要素の分離が起こってるんです けど、入れられないといけない。次の 1b もレベルが高かったですね。今年はコレクトワンセルフですね。まあ、文脈からね。出さないといけないんじゃないかなと思うんだけど、選択肢の表現も知らないといけませんね。プルワンセルフ的あたりはね。立ち直るとか冷静になるみたいなね。それがコレクトそう。コレクトワンセルフって。実はそういう表現がある、えー、次 b は簡単。 C, あーネ d d ダウンね。これもまあ文脈でやるしかないと思います。ネイ d ダウンっていうのを辞書引いたところで深く理解するとか載ってないと思いますからね、えー。サーブオンは簡単なんだけど、レンダーですね。知ってますギブの意味があるんだよね、レンダーにね。えー、クラフトはキツと Women's representation は、まあまあ、できなきゃダメですね。Give women a voice ですね、はい。女性にもこう発言権を与えるっていう感じ。 次のタッチオンね。タッチオンっていうと何かに触れるとか言及するっていう意味が有名なんですけど、これを言い換えにタコっていうのは、うんって感じかな。もういろいろネイティブに聞いたんですけど、うんって言ってましたね。やっぱりみんな。H は楽勝を、o, I a ア v ボケイ t は、まあちょっと難しいけど、文脈でいけるかなって感じですね。そう結構 こう文脈使わななないいいいと解けないんじじゃないのっていう感じでしたね次は、まあ、い、う、文脈使って確実に解いてほしいやつですね。まあ、いとかはね、知識でいけちゃうと思うんですけど、うなんかは無理なんじゃない文脈使わないと。で、次の二重下線部にこう入れていくやつですね。これは難しかったと思うね。エンディカティブアーブとかね、それを示してるってことですね。この regard ね、まあ関係代名詞の説が後ろにあって、 で前に出てきてるんですけど Have Regard For のやつねこれ Respect の意味ですね尊敬とかねこれはむずいですよねで最後の内容1はそこまで難しくないですねこういう名詞がめちゃくちゃ多いんですよなのでできてほしいて っていう感じですねで結構文中に難しいところがあるんですよいろいろね。でそこにあんま関係ないんで答え出すのがね。なんでまあ宗教とかだとその難しい文のところが答えに関わってることがすごく多いんですけどそれがなかったんでまあそこはラッキーだったかなって感じですね。で 1c の Yak I'm always grateful they took the time to show me what I could be doing to achieve my goal as an artist。これ楽勝ですね。 be grateful that でしょ。take time to do day to 不定詞前置。あずその辺のポイントですね。これは全然できて当然。 続いてね、ヒーストロー空港ね、イギリスの空港のね、拡張が環境問題によくないんじゃないのっていうね、そういう記事。なかなか面白く読みましたけど、最初、XYZ に入れるもの、これは簡単ですね。文法で切れるでしょう。これ系よく出てきますから、バッと文頭に置けないとかっていうのやめてくださいね。しょっちゅう出てますね。次、バイオレイトは簡単。サニティね、これ難しいんじゃないセンスは。消去法で選べますけど、あの、インセイン知ってれば、クレイジーみたいなね、正気じゃねえっていう意味なんで、その逆なんですよ、セイが。だからサニティっていう ってディクレアキスオストレスキ s t コンセントも c o n スキームも基礎、s アビューズもそうですねこれねいつも授業で言うやつですよ虐待の意味が有名だけどもともとはちゃんと使わないアブノーマルのアブだって言ってるやつですねインプリケーションズはいこれもね去年の好評動画で何度も言ってたやつですよめちゃくちゃ出るからってね影響とかちゃんと抑えとく2の C は「アワカン」 単位はまあ、リーガリー・バインディング。まあ、文脈で知らなかった人もいけるでしょう。まあ、バインディングは知っておいて欲しいんだけどね。法的、拘束力のあるでね、これね。Behelter Account をね、これも文脈でいけてほしい。まあ、普段の授業では説明してるんですけどね。このね、アカウントに責任の意味があるので、ちゃんとそこを覚えとかなきゃいけないよ。そう、説明とね、責任をつなげる釈明の責任がある。釈明を問うみたいなやつですね。で、次の入れていくのは、まあ、これは簡単ですね。It would have been hard. はいけるでしょう。で、えー、順番の並べ替え、これも楽勝です。これ 楽勝じゃない常識で考えても分かる気がするし。 で、次の二つ選ぶのもこれも楽勝でした。内容1結構簡単でしたね。で、次、会話問題ですね。あ、レストランでベジタリアンフードについて話してるやつ。楽勝です。これはもうめちゃめちゃ簡単。2等コマンレベルですから、できて当然です。全部できてください。一応、引っ掛けはちゃんと用意されてますね。C のね、2番入れるところが7番に引っ掛か,かる人がいるとか、E の6番入れるところに4入れる人がいるとかね。一応、引っ掛けるようには作られてるけど、できなきゃダメです、全部。で、次は和文英訳ね。僕たちにできる いうようなこことととのののつつは環境問題と動物の多様性についての意識を高めることだよまあそんなに難しくないですね。One important thing we can do とかっていうので始めればいいしその後ろ Raise the awareness とか意識を高めるでいくのかもしくは be more conscious とかね be more aware っていうふうに使うから、ね、だと思いますねでこれいろんな授業でよく言うやつです Environmental problems ね e n v i r o n m e n t スペルを間違えやすいから気をつけなきゃいけないってやつでした はい。続いて2月4日、理系の方行ってみましょうね。宇宙のね、このマーズのプロジェクトでね、ね、UAE の人が行くみたいなやつですけど、まあ、ちょっと読みづらかったかなっていうのはありますが、説文は文系の方に比べてだいぶ優しいね。最初、start from scratch は知らなきゃいけないし、次の接続副詞を入れるのもできないといけません。で、1b、counterparts ね、はい、対応するものが分かってれば大丈夫。はい。nover approach, novel も知らなきゃダメ。p l o u f ね、分かんなかった人も多いかと思うんですが、ちゃんと文脈から carry out は選べる。えそう ね、はい種をまくはちゃんとこの文脈では育てることですね人を育てるわけですからこのイコシステムも大丈夫ですね文脈でやるプライスタグはまあ知ってるかなレイジもこれもちゃんと文脈ですね非常に 1B ですね文脈を使うっていう感じの問題だと思いますね 1C はいこれも全然難しくない,い,いかな E もねこの比喩的な表現をちゃんと理解してるか は、あうはねそう、ちゃんと文脈を使わないといけないっていうやつです。はい、で、埋めていくやつは難しくないですね。これもう文法上入るものが限られてるじゃんっていう感じで、サカサカサカッと解けたと思います。はい、内容1もきちんと読めていれば OK ですね。やはりこういう名詞も多めですから、いけるかなって感じです。で、次は訳が Alternatively, it could have bought some people's spacecraft design which would have been the quickest path. ちゃんと文脈が分かっていれば「いっともいけるでしょう」そうね、バッと」ってだって「買う」って言ってんだから当然指してるのが分かるでしょうって感じかな。できないと駄目です。 続いて2番目。ああ、これね、恐竜とか絶滅したみたいなですね。トフルに出てくるようなトピックでしたね。うんえー、y の except for は入れられるでしょうし、Z のも楽勝ですね。これもね、文の構造ちゃんと分かってれば、すぐに W を入れられる問題ですね。えー、最初、drive、まあドライブ簡単ですね。crack これちゃんと文脈からソー e だって出さなきゃいけない。matter も楽勝を。あ、retrieve ね。 いいてくださいねこれもよく出る難関台では。まあ、集める、コレクトが正解ですけど、まあ、情報をこうね、取ってくるとか、トイックだったらね、荷物取りに行くとかって出てきますけどね。えー、メイクアップの楽勝、フィールね、これも重要表現ですね。今回はアクセラレートの意味で出てましたけど、はい、どうしてよく出てきます。エクスパル、今回そうですね、文脈でちゃんとディスチャージいけると思うし、まあ、あとね、引っ掛けの選択肢は大したことないんだよね。あーカーポをつなぐだから、リーダーイッてとかね。プロレフェイト、これも知らなきゃダメです、難関台では、えー。増えることですね。はい、マルティプ 感覚問われてましたね。ああ、もう簡単いい。もう文脈で大丈夫。だこういう比喩的な表現問われますよね。比喩の意味っていうのが重要になりますね。もうも文脈ですね。やはり文脈分かってるかっていうのは大事ですね。次は文法事項でいける。まあ、in which とか。something to do with も答えに関係ないんだもんね。あとしかいらないから。全然難しくない。内容一致の3つ。これもやはりこういう名詞が多いので選びやすくなってます。 最後、会話、ノート貸してくんないってやつと、ジョブインタビューどうだったかってやつですね。これも文系と同じように引っ掛けになるものはあるんだけど、引っ掛か,かんないでしょ。文系のやつより簡単ですね。一応 E の5の引っ掛けが2になってて、おそらく H の8の引っ掛けが4。 にななっってるわけでですねいいやでも引っかかんないよこれ <laughs> できるだから会話がどちらもすごく簡単ですねで和文英訳の方が面接の中で挙げられたいくつかの話題には私は馴染みがあってまあなみがあったとか P-familiar with は出しやすいと思うんだよね多分面接の中で挙げられたが分かんないんじゃない brought up とかって出せば一番いいんだけどでそれで分かんなかった時にああレイズ言えるかな言えないかなとかって思った時にで別にほらメンションとかさディスカストとかで逃げられるわけじゃないですかでそういうふうにして点を取ってほしいとこかなと思います はい、全体を通してと2021年は文系の方の知識レベルが上がってるって感じですね。なんで文脈使ってきちんと出さなきゃいけないよっていう感じだと思いますね。まあ、理系の方も文脈中心で解くって感じですね。ただ一つ言えることは、はありえないだろうっていう選択肢が多い。だから消去法で解ける問題が非常に多いです。こんなの入るわけないじゃんっていうのが多い。だからそこが総計との違いですね。総計はもっっとやららしいひっかけが出るで文脈から いろんな表現や単語の意味を推測し、文脈から比喩の意味を推測するとか、そういった力が大事になってくると思いますね。そして内容1は確実に解けるように、会話問題は楽勝というのが、今年の同志者の問題の感想になります。はい、ぜひね、参考にしてください。同志者受けない人もね、これ後々の入試にすごく役立つ可能性もありますので、ぜひぜひ押さえとおいてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for